クロビス通りの入り口アンディ4世以降、または、リセアンディキャトルは、フランスパリの公立リセ、PSL 研究大学附属準備学校。リセルイコールルイコールグランと共に、フランスで最高のリセとみなされ、正解では、エマニュエル・マクロン、文芸界では、アンドレジット、サルトル、フーコー、ドゥルーズ、シモーヌベイユなどが輩出し、ジョルジュ・ポンピドや、アンディ・ベルクソンが教師として在籍した。 パリ5区のカルチェラタンに所在し、コレージュからグランゼコール準備級まで2500名以上の生徒が在籍する。学校の標語は、ドムスオムニバスウナ。アンリ4世公は、セーヌ川左岸のカルチェラタンの中心部で、パンテオンとサンテティエンヌ・デューモン教会とムフタール通りの近く、かつてのサントジュヌ・ビエーブ修道院の位置にある。歴史、建築、文化に富んだカルチェラタンには、フランスで、 最も歴史があり最も権威ある学校、すなわち高等師範学校やソルボンヌ、コレージュドフランス、およびリセルイコールルイコールグランがある。修道院は506年に初めて創設された。それは王室の後ろ盾を受けて繁栄し、ソルボンヌに不可欠な一部となり、巨大な図書館を収容していた。修道院は、 フランス革命中に鎮圧されて、1796年10月に、この場所が、フランスで、最初の公立学校となった。発足以来、このリセは次のように幾度か解明している。エコール・サントラル・デュパンテオン・リセ・ナポレオン、コレージュ・アンディ・キャトル・リセ・ナポレオン・リセ・コルネイユ、現在のアンディ4世公は、旧修道院の特徴を多く残している。ヨーロッパで3番目に多い本の所蔵があった。 九州道院の図書館は4つの通路で構成され、それらが交わる交差点にはキューポラがある。1730年代に、画家ジャンレス・トゥ二世によって、フレスコ画と彫刻が施されたキューポラの他に、18世紀の鏡板と歩道があるのもこのリセの大きな特徴の一つである。同図書館の2つの通路は現在リセ及び、グランゼコール準備級の図書館として使用され、他の2つの通路は、 会議や試験のための部屋として使用されている。もう一つの見どころは、かつて脅威の部屋として使われていた細長いギャラリーのメダルの部屋である。そこには18世紀に遡る贅沢な装飾及び彫刻が施されたバロック様式の鏡板と鏡がある。このリセの礼拝堂は、中世に遡り、おそらく通り世で最も有名な外観である修道院及び、 クロビストも同じく中世のものである。サールデンアクトという部屋では、1990年代の修復中に発見された、この修道院の修道士をかたどった中世の肖像を展示している。聖母の階段と呼ばれる主要階段は、中央部装飾に聖母、マリアの17世紀の彫像があり、これもまた目を引く特徴である。卒業生のエマニュエル・マクロン、ありがとうございます。